こんにちは、今日飲もうかなと思ってるビールなんですけれども、イギリスのビールじゃなくってアメリカのサンフランシスコのビールです。こちらになります。アンカースティームビア、輸入物なんでちょっと瓶が小さめ、 355ml 入り、アルコール度数は 4.8%。 キャップもね、怒りのマークがついててなかなか可愛いんですけれども、で、まあ私事なんですが、2002年、今から14年ぐらい前なんですけれども、ああ、思いっきりこぼれちゃった。なぜでしょう。まあいいや、なんとか。3ヶ月ほどサンフランシスコにいたんですよ。ただ当時はこういうクラフトビアに対する、知識があまりなくって、サンフランシスコにいた時もラガーばっかり飲んでたんで、残念なことにここのブリュワリーに行ったことがないんですけれども、その当時このブリュワリーがあったのかどうかちょっとわかんないんですが、まああったとしたら残念だなと。まあでもぜひまだもう一回サンフランシスコ行ってここのブリュワリーも行ってみたいななんて思ってるんですが、なぜかキャップを開けたら泡がボワボワボワっと出てしまって、ちょっとテーブルの上がビールで大変なことになっちゃいました。こんな感じの色、ちょっと薄めのアンバー、濃いめのゴールド、そんな感じ。香りはすっきりプラス甘い香り、うん、なんだろう、なんかね、ちょっとオレンジっぽい感じ、まあ、サンフランシスコカリフォルニアなんで、まああの南の方のカリフォルニアでも南の方じゃないんで、サンフランシスコでオレンジは作ってるとこはないかもしれないんだけど、でもなんかそんな感じの甘い柑橘系のようないい香りがします。いただきます。うん、美味しい。あのね、なんかホップがすごいほどよく効いてて、うん、でもあのすっごいホップの苦味が強いわけじゃなくて、 IPA みたいななんか独特のホップの苦味が強調してるわけではなくって、いい感じにスーッと爽やかにホップが効いてるって感じ。うん、いける。二口目になるとあの一口目よりもちょっと苦味が少し強調されてくるんだけれども、でもそんなに強くない。うん、でビター特有の酸味みたいなのもちょっぴりあるし、でも出しゃばりすぎてないし、うん、ごくごくいけちゃうかもこれ。結構すっきりしてる。あのそんなにヘビーじゃないんで、ただヘビーじゃないんだけれども、しっかりと味はあのちゃんとあるから、アメリカの薄いビールを想像してるとそういうんじゃなくて、ちゃんとしっかりとした味は続いてるから、うん、これはさすがアメリカ最近クラフトビール頑張ってるだけあっていいビールを作ってるなって感じ。うん、これであったら本当に、まあ、あの普通にイギリスのスーパーのビール売り場で買ったんですが、あのビールをエールを何十年も飲み続けているイギリス人でもこれは美味しいと言って飲むと思う。うん、爽やかですっきりしてて、でもちゃんとしっかりとビールのエールの味があって、苦味も甘みも程よくあって、これはごくごくいけちゃう。止まんないわ。あーなんかこぼれちゃったのがすごい残念って感じ。まあいいや、
らしょうがないわ。で、そうですね、アメリカも頑張って美味しいクラフトエールをいっぱい作ってるみたいなんで、またイギリスのスーパーでアメリカのビールちょこちょこ売ってるんで、そこら辺もおいおいご紹介したいと思います。では。